こんにちは、ハイズラボです。今回は、デルのノートパソコン、XPS13-9350 です。最初のバッテリー交換から2年が経ちました。しかし、バッテリーの持ちが悪くなってきました。そこで、今回は、バッテリーを交換しようと思います。プラスドライバーで、底面のネジを8箇所外します。底面中央にある蓋を持ち上げるとネジが1箇所あるのでプラスドライバーでネジを外します。爪を割らないように注意しながらカバーを外します。バッテリーのコネクタを抜きます。プラスドライバーでバッテリーのネジを4箇所外します。本体バッテリーに他の配線が固定テープで止まっているので、固定テープを切らないように剥がします。本体バッテリーを取り外します。今回取り付けるバッテリーはこちら。ノートパーツ製、デル、XPS13-9350 用互換バッテリー。純正品がなかなか手に入らなかったので互換バッテリーにしました。新しいバッテリーを取り付けます。プラスドライバーでネジを4箇所締めます。配線の固定テープを元の位置に貼り直します。バッテリーのコネクタを挿します。カバーをします。底面中央の蓋を持ち上げ、プラスドライバーでネジを1箇所締めます。プラスドライバーで底面のネジを8箇所締めます。これで完了です。それでは、電源をつけて確認してみましょう。起動エラーなどの問題はなく使えます。新品なので当たり前ですが、バッテリーの持ちが良くなりました。互換バッテリーでも純正バッテリーと変わりなく使用可能で、価格も安く手に入ります。バッテリーの持ちが悪い、ずっと電源コードをつないでないといけない、など、そんな時はバッテリー交換がおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。